はい、こんにちは。峠ドライブです。ごめんなさい、こんな真っ白系のおじさんがね。今日ちょっとね、お話ししたいことがあって、最近ですね、僕の、YouTube チャンネルっていうのは、このような、築地だとか、豊洲の動画を今ね、ちょっとずつ今上げてるんですけども、僕のあとはね、峠ドライブとしては峠を走った動画だとか、いろんな道の駅だとか、あとは温泉だとかね、そういう峠、道の駅、温泉、あとは美味しいグルメの動画だとかね、下手くそですけど、僕素人なんで、僕ができる範囲の、動画編集して皆さんに見ていただきたいと思って、やってるんですけども、最近ですね、ちょっと峠とは全然関係ないような、グルメのね、動画を最近ちょこちょこ今上げてるんですけども、これはちょっとね、ここの築地から行った3つっていうのはほとんど電車で行ってるんですよ、僕。車で行ってなくて。なぜかというとですね、先週ですかね、ちょっと車で事故を起こしまして、右手がですね、ちょっと右半身がちょっとしびれてきてしまいまして、ちょっとね、運転危ないだろうということで病院に行って、昨日頭の検査をして、異常はなかったんですね。なんかね、頭に影ができてると、ここら辺になんかね、白い影があるっつって、先生が心配したんで、頭も一応検査してみようと思って、頭からこう、しびれが来てる原因があるんじゃないかということで、昨日頭の検査をね、してもらったんですけど、異常はなく、MRI 検査やったんですけども、で、頭には異常がない、じゃあどこだっていうことで、首とね、首痛いんですよ、ずっとね。首痛くて、今日首の MRI を今日の9時半に MR 検査をしに行くんですけども、多分首だろうっていうことで、結構ね、前から首が痛くてですね、ちょっと全身がこう、手足だとか、足だとかね、しびれて動けなかったことがあったので、ここはね、いい機会なので、しっかり検査をしてもらって、リカバリーしたいなと思って、今日ですね、検査に行ってきます。で、それとは置いといて、今、関連はしてるんですけども、最近ちょっとね、行けてないっていうのが、峠にね、行けてない、まだね、数多くの峠はあると思うんですけども、あんまり行けてないなーっていうね、ところがあって、僕のチャンネルっていうのは大体何々峠、何々峠、なんとかスカイラインだとか、そういうところ行ったり、今日本全国をね、北海道と九州を除いて、今行ってるんですけども、それがね、ちょっとできないで、今仕事も休んでる状態なんですよ。今日の結果次第で、会社ともね、今後どうやって仕事するかとかね、普通に仕事すると思うんですけど、僕もね、59歳なんで、働けるまで働きたいなということで、65から70までは働けないと思うんだけど、あとね、何年かしかないので、この残り何年をね、全力で頑張って働きたいなと思ってたんですけど、あとは会社と話し合いでどうなるかが決まるんですけどね。
まあそんな大したことではないと思うんですけど、まああとは治療しながらね、ちゃんとやっていこうなと思ってます。それでね、今ほとんどそれで車乗れてないんですよ。ほんと近場しか乗れてなくて、近場でも怖くてね、手がしびれると、右手で、左手でハンドル切って、オートマだから、まあ乗れてはいるんですけど、ちょっとね、ハンドルが重たいんでね、俺の車ね。結構ね、いじってるからね、軽自動車ですけど、いじってるんで結構重たいんですよ、タイヤもね。で、まあそういうわけでね、まあ今日の結果次第では、ちょっと治療に専念するので、ちょっと今再編集の、峠のやつばっか上げてますけど、まあちょっと当分はその再編集の動画だけをね、ちょっと上げていこうかなと思って。まあ体の体調が良くなったら、またね、峠に行って、まあいろんなね、景色を撮って、まあ公開したいなと思ってますけど、まあはっきり言って僕の動画汚いよね、ほんとね。編集も下手だしね。まあなんていうかね、皆さんがこうやってチャンネル登録してくれてる方々に申し訳ないんですけども、本当に下手くそなんですよ。プロが作ったような動画でもないし、それに近づけるような動画でもないし、自分よがりの動画でもあるし、本当に820、3人、まあ何人かちょっと減っちゃったんですけども、まあ皆様にはね、本当に今までチャンネル登録していただいて本当にありがとうございます。まあ僕もね、早くね、峠ドライブしたいです。結構楽しいんだよね、峠行ったりしてね、走っていろんな景色を見て、また美味しいもんも食べて、それがもう楽しくてね、ストレス発散だったんですよ、今まで。仕事ではきつかったんでね、僕の体の状況から言ってきつかったっていうだけで、仕事がきついとかそういうのじゃなくて、まあ、仕事は生活するためにね、やってるから、まあそれは頑張んなきゃいけないんですけど、もう体がね、糖尿病でもあるし、体もね、だんだん痩せこけてきてるし、前も体もね、こけてきちゃってるんですよ。前はもうちょっとぽっちゃりしてたんですけど、まああとは糖尿病を完治させなきゃいけないので、まあね、頑張ってはいるんですけどね、そういう状況の中で、まあ今回のような、仕事中にあったんですよ。午前中仕事してて、で、さて次のお客のとこ行こうと思って、ちょうど道路2車線道路のとこで左に止まってて、さあ右に出ようと思って右のハンドルをこうやった時に、ちょっと違和感が出て手がしびれて、グッて右に曲げちゃった時に、あ、危ねって、ちょっと危ねえと思って左にこう切っちゃったんですね。もうぶつかっちゃう、右に出ちゃうと車が後ろからブンブン来ちゃうといけないんで、左に切ってアクセルがちょうど孵化しちゃったんで、その時に前にあった電信柱に、まあうちの作業車ですよね、軽バンですけど、それをドーンってぶつけて、バンパーと左のウインカー、レンズがね、バリンって割れちゃって、まあ電信柱は何もなかったんですよ。自分の車だけ割れちゃってね。で、とりあえず会社の人に連絡して、まあちょっと運転するのは危ないから迎えに来てもらって、僕の車を一応会社まで乗ってってもらって、で、そこからうちの奥さんに迎えに来てもらって、まあ仕事休んでもらってね、申し訳なかったんですけど、来てもらって、とりあえず病院に行ったと。で、車は会社に置いたやつはレッカーで運んでもらって、修理工場に今修理してもらってます。なので、まあ今ね、車も直ってないし、まあ台車で行くようになると思うんですけど、まあ今日の結果次第で、
まあちょっと当分お休みになるか、また木曜日から仕事に入るか、それが決まるってことですね。まあ仕事の話はほっといて置いといてね、まあ自分のチャンネルって前から見るとなんだろうと思ってるんですよ。うまくもないしね、下手くそだし、独りよがりの動画ばっかだし、あんまり上手ではない。これからどんどん腕を磨いてね、やっていこうとは思ってるんですけど、まあ皆さんにね、本当にね、感謝です。823人の方に、2人離れちゃいましたけど、823人の方にまだ残っていただいてね、本当に。あと今収益はなったんですよ。一応ね、まあこれ見せていいのかな。収益化はね、今500人と3000時間を達成したので、まあ収益化にはなったんですよ、こういう感じで。で、あと1000人まで、あと100、あとあれか、110、100何十人ですかね。で、あと総再生時間が4000時間までたどり着けば収益化になるところまで来ました。で、まあ収益化になったらすぐにはね、収益化でドーンってくるわけじゃないので、収益化になったらね、これ石川県の方に寄付をしたいとね、思ってるので、まあ動画で得た収益をね、自分のポッケにこう入れるんじゃなくて、今石川県の方でね、大変な思いしている方に義援金として送りたいなと思ってます。で、以前僕も個人的には義援金を送ったりしてるんですけど、まああとは金沢行ったりして、水だとかそういうのもね、行って寄付をしたりしてたんですけども、まあ今こんな状態なので、ちょっと手しびれちゃったりして行けてないんですけどね、まあ少しでもお役に立てればと思って、いろいろね、いろんなところで義援金の寄付をしたりとかしてるんですけどね、まあ早く石川県が元気よくね、また前のように、復興して、なってくれればなと思うので、まあちっちゃい活動ですけど、個人的な活動なのでやっております。で、また石川県が復興したら、ぜひね、もう一回行きたいなと思ってます。まだね、回れてないところもいっぱいあるし、まだ石川県のね、素晴らしいところを紹介できてないので、まあそういうところをね、紹介できるように、まあ下手くそながら、素人ながらですけども、まあいろいろ撮ってね、公開して皆さんに見ていただきたいなっていう思いがあります。で、まあそれまではね、ちょっと自分の体のことを考えて、まあ治療に励んで、まあ、まだ今日の結果が分かんないんで、一応首の、MRI を受けて、まあ、これから首の治療をしていくんですけど、ここはね、どうしても痛いんですよ。仕事してるとね、やっぱまあ、体も細くなってきちゃったし、まあ、ここなんかね、骨事故で前、赤信号でこう、まあ、僕の方は青信号だったんですけど、青信号で交差点で青になったっつって交差点内に進入したところ、左側から信号無視で来ちゃった人がドーンって俺の車にドーンってぶつかって、俺はそのまんまぶつかった衝撃と、またそのアクセル踏んでたので、またそのまんま民家の駐車場の鉄骨のところに真ん中から突っ込んじゃったので。もう車のね、ちょうど真ん中で鉄骨が真ん中にあって、
ドンって言って、ここシートベルトやってたんで、ここで思わずゴンってやっちゃって、あとハンドルにちょっと頭をぶつけちゃったっていう、事故があってね、これが4年前かな。で、まだね、ここがね、痛くて痛くてしょうがないんですよ。右肩がね。まあ、完治はしてると思うんですけど、やっぱその振動でやっぱちょっと痛めちゃってるので、それでさらに痩せてきちゃったので、もう骨と皮だけなんですよ。ちょっとこんな薄。もうね、本当に触れば骨っていうぐらいな感じになっちゃって。で、仕事でいろいろね、まあ今リュックサックにしたんですけど、カバンはね、両手が塞がっちゃうんですよ。本当に工具、機械を入れる袋でこうやって持って、こうやって歩くんですよ。カバン背負ってね、お客さんとかこうやって行くんで、もうね、ここはね、重たい。だからちょっとね、バッグもね、軽くしようかなと思ってね、今考えてはいるんですけど、手がね、本当にこの鉄棒を握った時にこうぶら下がって、ブンってぶら下がった時の感じ、引っ張られてるような感じ、あれがね、ずっと右手がずっとあって、昨日病院で握力を測ったら、まあ握力がないんですよ。痛くて握れないんですよ。ここまではこうやって握れるんだけど、力を入れてグーッとのはできないんですよね。ただこうやってやってるだけ。本当にゼロでした。こっちは290ぐらい、こう2.9か290か分かんないけど、グーッて握れるんですよ。でこっちはね、その代わりただこうやってやってるだけ。本当に握れないですよ、今でも。だからこういうね、コーヒーカップみたいなのをこうやって持つことはできるんですけど、もうちょっと怖い、落っことしちゃうかなっていうぐらいなので、だからちょっとね、まだこっちに握力がないっていうか、この原因をね、ちょっと今日病院行って9時半からなんで、9時に行く予定なんですけど、今が7時18分ですかね、朝早朝からちょっと動画を撮ってますけど、だからまあそれによっては当分ね、ちょっと峠走ることもできないし、車運転することができないんで、まあちょっとの間は我慢するしかないのかなって思ってますけどね。まあまあ元気になったらね、いつでも行けるので、と言ってもね、もう60過ぎになったら車の運転っていうのはちょっと控えようかなと思ってるので、まあいろいろ今ほらニュースでね、高齢者の事故が多いじゃないですか。で、俺もあんまり運転うまい方じゃないので、うまい下手じゃなくて、まあちょっとね、高齢になると、うちの親も70ちょっと過ぎまで、72、3まで車を運転してたんですけど、72ぐらいまで運転してたのかな。で、やっぱちょっとね、足が効かなくなって、確か牛丼屋さんの駐車場で突っ込んじゃったのかな。右と足が間違えちゃって、ブレーキとアクセル間違えちゃってね、突っ込んじゃったりしたのがあるので、まあ俺もそうなっちゃうと怖いので、まあ車を壊すの嫌なんでね、もうこれ以上ね。だから怖くて、それであと人引いちゃったりしたらやっぱ怖いのでね。だからもう60過ぎになったらば、もう運転しないで、うちの奥さんにね、ほとんど横に乗ってるような感じでやるしかないかなと思ってね。まあ免許は返納しないですよ。免許は身分証明書の代わりにもなるしね。まあ65過ぎたら、まあどうするか考えようかなと思ってるんですけどね。まあ近場はこう田舎なんで、ここね、千葉の片田舎なんで、車がないとね、どうしてもセブンイレブンまで行くのにね、コンビニまで行くのに結構遠いんですよ。自転車で行くのもきついしね、結構時間かかるし、自転車で行くとまず片道30分ぐらいかかるんじゃないかな。車で行くと本当10分ぐらいで行けるんだけどね、10分もかかんないか、10分ぐらいか、そのぐらいで行ける距離なので、やっぱ車がないとね、生活ができないんですよ。やっぱみんなはね、事故怖いから、みんな免許返納しちゃえ、
車乗るのやめろって言う人もいるかもしれないけど、やっぱ現実としてね、車がないとやっていけないんですよ。まあなんか買ってきてもらうのは奥さんに買ってきてもらえばいいかもしれないけどね。まあそんなにしょっちゅうは乗らないと思うけどね。たまにちょこちょこってちょっとコンビニまで買い物行ったり、そのぐらいで、まあちょっとどっか用事あった時に病院行ったりとかね、そのぐらい時は乗るかもしれないけど、あんまり遠出はもうできなくなっちゃいますね。遠出はもううちの奥さんに乗ってもらえば、運転してもらえばいいので。そういうね、なんかね、昨日は頭の検査だったので、本当にね、不安だったんですよ。この前にも1個動画撮ってたんだけど、その動画はちょっと公開できないなと思って、自分の遺書代わりみたいな感じでね、本当に不安だったんですよ。頭に何かあったらどうしようかなと思って。それでまあ昨日までは本当にね、不安と戦いながら、この先どうするのか。まあ僕も峠ドライブっていう動画はね、まだ日本全国まだ制覇してないので、まあ日本全国の峠をね、車で行ける峠道を全部制覇したいなと思って、これ始めたんですよ、2018年から。すごい勢いで始めました。まああるね、団体とちょっと喧嘩というか、僕がね、悪いことしちゃったんですけどね、知らないで。それからまあ峠ドライブっていうのを立ち上げて、まあ YouTube で動画を公開したり、まああとは、まあこういうようなね、僕のホームページですけど、峠ドライブっていうことで、絶景ロードと峠道を走るっていうホームページをこうやって作ったりですね、まあツイッターも作ったりしてるんですけど、これいろいろね、これツイッターですけど、まああとは、まあご覧のね、今見せた峠ドライブの公式チャンネル、YouTube チャンネルだとか、まああとはこれあんまり書いてないんですけど、カレンダーね、こうやって、どこ行きますよ、どこ行きますよってカレンダーをね、書いたり、峠チューブ、あと峠ドライブマップ、こういうとこ行きましたよとかね、地図で書いたり、あとは峠の記録っていう感じでね、こういう感じでいろんなところ行ったよっていう感想を書いたり、一部ちょっと峠ないですけど、こういうので一応やったり、リンク作ったりとかね、リンク作るとすぐ飛ぶようにこういうのを書いたりとかね。であとはまあ峠ドライブファクトリーのまあステッカーもね、これ作ったんですけど、まあこれもね、一生懸命作ってもらったんですけど、まあある妨害がありまして、3枚しか売れなかったです。3枚、たったの3枚。あ、4枚か。4枚しか売れなかったのか。それで今在庫として残っております。まあこれはね、ちょっとね、話すと長くなるんですけど、まあ参りましたね。せっかく峠のステッカーをね、うちの峠ドライブのステッカーを作って、じゃあ今販売となってね、まあしたんですけど、ちょっといろいろね、変なやつが一人、僕に絡んできまして、でそいつがいろんなところでこう喧嘩売ってるんですよ、その団体の人たちと。でその喧嘩してるやつが僕と仲がいいの、僕もその団体の人たちの何名かは仲良かったんですよ。でまあもともとその団体が好きで、僕いろいろねやってたんですけど、まあ僕もその団体とちょっといざこざがあって、でまあ僕が悪いことしたんで、まあとりあえず謝罪を入れて、すいませんっていう感じで、まあね、ステッカー作る時にね、そこの名前がね、バッティングしちゃったんですよ。それでいざこのステッカーを作りますって言った時に、その団体の数名の方たちがその団体の主催者にね、話して、ああうちの真似はやめてくださいって、
販売したら商標権で訴えますよって俺のところに来たんで、ああごめんなさいっつって、そういうつもりじゃなかったんですっつって、たまたまっつって、で謝罪して、まあ和解はしたんですけども、それからその団体の元となったまあ、イニシャル D なんですけどね、イニシャル D の原作となった藤原豆腐店ってあるんですね。でそこの、豆腐店のモデルとなった豆腐屋さんのその親戚かなんかの人が、そのイニシャル D の結構なんかいろんなのステッカー作ってたんですね。まあ、赤城の人なので赤城さんだとかね、そういうステッカーを作ってて、まあやってるうちにその悪いことばっかりやってるんですよ、その人。女の子に手出しちゃったりだとかしてて、その人と僕が親しくしてたんで、僕は何もほら自分に何も悪いことされなければ別に嫌うこともないので、まあそういう事情が最初知らなかったので仲良くしてたんですよ。そしたら俺とその人が仲良くしてるから、その団体の僕の親しくしてもらってた数名の方からブロックされちゃったんですよ、ツイッターをね。なんでだと思って聞いたら、やっぱその人がこういうことをやってる、こういうことをやってるとかいろいろ出てきたんですよ。これはちょっとまずいじゃねえのっつって、その人といろいろ喋ってて、まあその人とも、まあその団体の人たちの話を聞いて俺の話は聞いてくれないんだ、いやだったらその人たちと仲直りすればいいじゃんって、仲直りの橋渡しをしようと思ったんですよ。そしたら、私はその団体の人の数名の方と組んで俺を陥れてんだなっていう感じになって、俺も喧嘩になっちゃって、まあ喧嘩はしないですけど、喧嘩みたいな感じになっちゃって仲違いしちゃったんで、その時にちょうどその時の瞬間時に陶芸のステッカーを作って俺販売してたんですよ。で販売してて、まあその人にもステッカーを何十枚か俺渡したんですよ、販売してくれるっつったんで。でまあ販売してくれたらそれあげるから、まあステッカー売ってっつって10、20枚ぐらいあげたのかな。で宣伝してくれるっつったんで、まあそういうの内容知らなかったんでね。でステッカーを販売してくれたりしてて、まあやってるうちに、まあそういうことが分かっちゃったんで、まあ今までの陶芸ドライブの今あらすじみたいなの言ってんだけどね、なぜ陶芸ドライブを始めたかとかね、こんなことを言う機会なんてめったになかったので、で僕はそれで、まあその団体の人たちと、まあ俺は申し訳ないことしちゃったんだけどね、最初はね。だけど今は俺もその団体のこと好きだし、まあもともとのきっかけを作ってくれたのはその団体のおかげなので、まあ感謝はしてますよね。僕にこういう楽しい趣味を与えてくれたっていうことで、だからそれは感謝してると僕は今でも思ってます。でその他のその団体にね、ファンでいる方たちも僕は嫌いではないので、まあ車好きの方が多いし、陶芸好きな方もいっぱいいる、イニシャル D の好きな方もいっぱいいる、もうそういう話をしてるだけで僕はねすごい楽しいんですよ。まだねその団体の会員にはなってないんですけど、なりたいなと思ってるけど僕からは言えないので、入りたいですよ、いろいろ楽しいしね。皆さんと陶芸の話したり車の話したりするのは本当楽しいので、僕はね。だけどまあ仕方ないかな、今更ね、今更感もあるんだけど、もうしょうがないなと思ってね。だからまあ僕は単独で陶芸ドライブっていうね、ブランドを作って、今自分で YouTube とそれしか今やってないですけどね、ステッカーも売れてるわけでもないしね、また新しいのグッズ作ろうかなとは思ってるんですけど、まあ今はねまだ自分の体のことが今心配なので、それどころじゃないのでね。
まあ今が峠ドライブの大体生い立ちみたいなもんです。それで悔しくて、もう対抗心あったんだろうね。だから峠をバン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 ね、悔しくて走ってたんだね、あのところ。1年で200峠ぐらい回ったからね。動画撮影して。やってて、まあ2018年で200、2019年で180か、そのぐらいの峠をね、もうちっちゃいところから大きい峠までね、あとはスカイラインだとか、ね、絶景ロードと言われるところをバン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 、もう休みのたびに走ってたね。だから車のオイル交換が激しいこと、1ヶ月に1回はもうオイル交換だったからね。あの頃はすごかったね。今はもう何十峠ぐらいしか走ってないけど、50峠とか20とか30ぐらいしか1年間で走ってないですけど、まああの頃はよく走ったね。もう早く峠、日本全国の峠を制覇して、まあなんか本でも書きたかったんですよね、多分ね。そういうね、勢いでやってたね。なんかにこう没頭しちゃったんだろうね。そこの団体にも入れないし、ね、自分でやるしかねえなと思って、峠ドライブってこういうの作っちゃったけどね。こういうの作っちゃったけどさ。まあそんな感じでね、やってって今に至るんですけどね。まあこんなね、私ですけど、まあ頑張ってこれからね、趣味でこれやってるものなので、峠ドライブっていうのは。で、いろんな峠を行ったり、おいしいグルメを紹介したり、お店を紹介したり、あとは道の駅だ、温泉だって。温泉の動画があんまり撮れないんですよ、中まで入れないからね。撮影禁止とかもあるしさ、よく中まで撮ってる人いるじゃないですか、温泉の動画で。あれ撮影禁止なんですよね。中には許可取ってやってる方もいるので、俺許可取れないんですよね。だいたい行くところってみんな人がゴワ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 いるので、休みの時に誰もいない時に撮るってことはできなかったので、まあ撮影が中までね、温泉の中を見せたりとかね、したいんですけど、できなくて、まあしょうがないんですけどね。あとは道の駅で、まあ撮影をさせてくれてるところが今ね、ほとんどあるので、確か山口の萩かな、道の駅萩で撮影してた時に、店員さんに撮影しないでくださいって言われた時はムッときましたけど、もう二度と行かないと思いましたけど、そういうところには。撮影したっていいじゃないと。ね、宣伝するために、見てもらいたいためにやってるのに、撮影やめてくださいって、そういうところ言ってくる道の駅もあるので、いい宣伝になるじゃないですかね。 YouTube やってる方が撮ってくれて、皆様にこうやって宣伝してくれてるわけだから、宣伝費かけなくたって、 YouTube の方がいろんな道の駅でやってるじゃないですか。こういうものがあります、こういうものがあります、みんな行くじゃないですか。宣伝効果にはなるじゃないですか。まあYouTuber ってほら、収益もらってる方もいるからね、自分の稼ぎのためにやってんだなと思って言われる方もあるかもしれないけど、僕はそうじゃないと思ってるので、僕はまだ収益化になってないからね。収益化になっても僕のポッポには、財布には入れませんから、義援金として全部寄付するんで、そのためには皆さんのね、お力をお借りしたいなと思ってるんで、本当に。クソ汚い動画をね、上げてるのにね、本当に皆さんね、見ていただいて、本当にありがとうございます。本当これだけは感謝ですよ。これが通じてきた原動力かな。皆様が登録、チャンネル登録、高評価とか押してくれるたびに、ああ、見てよかったのか、やってよかったなって思ってたので、ああ、もうどんどん頑張ろう。どんどん頑張って皆様に見てもらおう。今まで最高の、
再生回数回ったのが碓井峠だったんですよ。音がね、BGM がシルエイティのね、テーマソングをね、ほとんどかけてやってたんですよ。したらやっぱ著作権で、引っかかってダメで。で、今は輪島朝市の動画が3万9000回を視聴していただいて、これはちょうど1月の3日に出したやつなんですよ。ちょうど僕が正月石川県に行ってたので、輪島朝市も撮ってたんですよ。その動画を上げようか上げまいか悩んだんですけど、朝市ってなくなっちゃったからね、火事でね。だからその風景だけの皆さんに、まあこういう風景だったよっていうのを見てもらおうと思って、あえて公開したんですけどね。それが僕のチャンネルの中で一番のヒットですね。あんまり、僕の動画っていうのはあんまり視聴回数が本当にね、何千回だとか、まあそのぐらいしかないので、何万回行った動画っていうのは、その碓井峠と、まあ今消しちゃってないですけど、碓井峠と輪島の朝市が今2つだけ万回生したやつですね。まあそんなに再生回数にはこだわってないんですけど、みんなに見てもらえればいいやと思って、数名の方でも別に一人でも見てくれる方がいたらいいなと思ってるので、この後もね、また築地の、豊洲か、豊洲の動画が1本昼頃に上がりますけども、まあ汚い動画ですけどね。ああ、もう出てるかな、今ね。ここにね、出てますけど。千客万来のね、これ、電車で行った時の、まあ、中を撮ってやりましたけど。まあ、見ていただければと思います。ちょっといろいろね、ごちゃごちゃしちゃったんでね、もう順序にこう1階から2階3階に回って、豊洲万葉クラブの足湯にまで行きたかったんですけど、豊洲の万葉クラブの足湯までにはちょっと行けなかったんですよ。うちの奥さんと行ったんで、うちの奥さんね、パッパパッパ行っちゃうんですよ。で、ここで海鮮バイキングいろはさんで海鮮バイキングをいただいたんですけど、それは別の動画で前に上げたやつがあるので。本当にね、ただね、ただブラ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 してるだけでね、なんか食べ歩きしたかったんですよ。食べ歩きしたかったんですけど、まあ、うちの奥さんもお腹いっぱいなもんで、もう何も買わないで、まあ僕は買いましたけどね、ちょうどフルーツの店があって、僕、熊本なんですよ、出身がね。だからデコポン、熊本のデコポンがあったり、熊本のいちごがあったりしたんで、ちょっといちごもね、ちょっと傷んでましたけどね。まあ、1個だけね。だけど、まあ、食べたら美味しかったですね。やっぱ地元の美味しいもんというのは、ぜひね、なんかね、出てるとやっぱ買いたくなっちゃうんですね。お、熊本のいちごが出てる、デコポンがあるって。俺、デコポン大好きなんで、デコポンはね、もうちっちゃい頃から、もううちの親父も食べてたし、お袋も食べてたしね。で、俺の大好きな果物の一つなので、ポンカンとデコポンだとか、もうあとメロン、スイカ、今はもうほとんど食べれないですけど、もうそれが大好きで、よくね、食べさせてくれてました、親はね。まあ今はね、食べれないから本当に寂しいんですけど、糖尿病という病気を持っちゃったんで、まあちょっとぐらいならね、食べてもいいかな、一切れぐらいなら食べてもいいかなと思うんですけど、そのために買うのもね、スイカはほとんどもう食べれなくなっちゃったんで、残念ですけどね。熊本のスイカってうまいからね。で、まあ、あとトマトも大好きだし、熊本のトマトは本当に美味しいですからね。まあ、果物だけじゃなく、他のものもいっぱい美味しいですけど、からしれんこんだとか、高菜も美味しいし、ね、熊本ラーメンも美味しいし、ちゃんぽんも僕大好きなんで、千葉にね、木更津に、
ちゃんぽんのお店があるんですよ、熊本のね。あのラーメンもある、高菜も置いてある、本当袋で持って帰れるんですよ、うん、それがね美味しいところかな。うちの友達に連れてってもらって、あの仕事のね友達に連れてってもらって、そこ初めて知ったんですよ。いや美味しいなと思ってね、やっぱ地元の味を楽しめる、千葉でも味わえるんだと。でまあそこは何回かもう行ってますけどね、食いたくなったらそこまで。僕千葉の九十九里の方なんですよ。で木更津までね、あの食べに行きますよ、うん、2時間ちょっとかけてね、うん、でやっぱね美味しいもの食べるのがやっぱね大好きなんでしょうね。皆さんも大好きだと思うんだけど、まずいの食うより美味しいもの食べた方がね、うん、でまああのそういうまあ今もねあのいろんな動画をね上げたり、まあ、家でもねいろんなもの作ったりしてるんですけど、まあまだねやりたいこともまだいっぱいあるんですよ俺まだね。だからまだ体を治してあの少しでもね早くねあの良くなって峠行ったり、またこう美味しいグルメのね撮影しに行きたいなと思ってますけど、あと温泉入ったり、温泉入るのは好きなんで。僕はね温泉で一番好きなのは、これあのイニシャル D とか関係なく群馬の草津温泉なんですよ。僕あの足がね膝小僧のところがちょっと怪我してて、昔までビッグを引きながらこう歩いてたんですよ一時期ね。あの普通の時は、普段の時はね痛くない時は普通に歩けてたんですけど、季節柄やっぱ寒くなったり暑くなったりすると足がどうしても痛くなって引きずってたんですよ。でこれはちょっと困ったなっつって、ちょっと温泉療養しようかなと思って、温泉療養する時にどこがいいかって言ったら、群馬県の草津に温泉入って、で2日ぐらい入ったのかな。そしたらもう足はね、あれ痛くないよ、あれすんなり歩いてるじゃん、あら効いたな、もう体がね軽いんですよ、すごい足も軽いし、あーこれ俺に合ってるなっていうことで、もうそれから草津温泉はしょっちゅう行ってます。体がきつくなるとね、うん、やっぱ俺には一番合ってるなと思って体にね、うん、いろんな温泉行ったんですよ。箱根だ、これで言うと関東で言うと箱根、あとはまあいろんな天然温泉いっぱいあるんですけど、そこ行っても、うん、聞かなかったかな。あとはどこだろうな、山形がどっか行った時の、うん、温泉も聞いたかな。鳴子温泉、鳴子温泉も、うん、聞いたかな。その時もちょっと足痛かったんで、温泉入ったりしたら少し良くなったり、まあ、ちょっとグダグダな話になっちゃったけどね、うん、まあだいぶ自分の話からちょっとそれちゃったけど、うん、まあそういう感じで温泉はやっぱ僕は草津温泉が一番、あと2番目には鳴子温泉、うん、かな、うん、まあ体が痛くなるとそこ行くからね、うん、本当は今すぐでも行きたいんだけどね、これは痺れてるのがもう疲れが取れるんで、痺れにも効くんですよ結構、うん、神経系にも効くんで、でやっぱそうですね、そういうとこ行ってみたいなと思ってて、まああとはね今7時45分、うん、まああとは今ご飯食べて9時になったら病院でっていう感じになりますけどね、これからもね峠ドライブをねよろしくお願いいたします。これからももっとね勉強して、いい動画を皆さんに見せれるように頑張っていきたいと思ってますので、あくまでも
趣味でやってるので、仕事でやってるわけじゃないので、そんなにうまくはないので、それだけはどうぞご了承いただき、温かい目でね、見ていただければと思ってます。まあそんな感じで今日はね、自分の現状報告というか、まああとこのあと病院行って首のどこが悪いのかね、首の検査してもらうときに、それをちょっとね、見てみたいと思ってますので、またね、この結果をね、動画に公開してお知らせしたいと思ってますので、またよろしくお願いいたします。今日はちょっとグダグダ話になっちゃったけどね、ありがとうございました。峠ドライブってこんな人間です。これからも、まあ好き嫌いあると思うけどね、人によってね、あんな人嫌だとか、こんな人が面白いだとかあるかもしれませんが、僕は今自分の言いたいことをね、言えたかなと思ってます。前のね、峠ドライブの成り立ち言いたくなかったんですけど、まあ言いました。で、あと自分の体の現状と、まあこれからのね、やっていくこと、まあ言えたかな、70%ぐらいまで言えたかな、あとの30%はまだ言えてないけど、そんな感じで、今日はどうも最後までね、見ていただいてね、ありがとうございました。まあ、峠ドライブは、これからもね、頑張って、まあ、いろんなところをドライブして、皆様に、いい峠道、いいグルメ、いいお店、いい温泉、いい道の駅、ここはいいよっていうところをね、紹介していきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。あくまでも趣味で僕やってますので、プロとして再生回数稼ごうだとか、そういう感じには思ってないので、まあ皆さんの温かい目でね、支えていただければと思うので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、最後までご視聴していただき、どうもありがとうございました。峠ドライブでした。バイバイ。